は日本の政治家、経済産業副大臣、参議院議員、東京都議会議員、台東区議会議員を歴任。東京市生まれ、改正高等学校、立教大学法学部法学科卒業。1962年、東京日産自動車販売株式会社に入社した。1971年、台東区議会議員選挙に出馬し初当選。 1973年に任期途中で辞職し、東京都議会議員選挙に台東区選挙区から出馬し、当選。以後6期連続当選。1995年、任期途中で都議を辞職、第17回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から自由民主党公認で出馬し、当選。1998年、小渕内閣で、 通商産業政務次官に就任。2001年、第19回参議院議員通常選挙で再選。2004年、第2次、小泉改造内閣で経済産業副大臣に就任した。2007年、第21回参議院議員通常選挙に参戦を目指して東京都選挙区から出馬。自民党東京都連は東京都選挙区から出馬した保坂 丸川玉代のうち、保坂を本命場に位置づけた組織型選挙を展開したが、結果は69万1367票を獲得した丸川が4位で当選し、保坂は丸川の票を約4万票下回る65万1481票に、止まり、68万3629票の川田、隆平に次ぐ6位で落選した。2010年、 第22回参議院議員通常選挙に比例区からの出馬を表明。自民党は、当期の70歳定年制により、70歳を超える、ものは比例区で公認しない原則を掲げていたが、保坂は例外的に71歳ながら公認を受けた。しかし、全立候補者35人中19位で落選した。 参院選落選後も、次期参院選への立候補に意欲を見せていたが、一転、2011年4月の統一地方選挙で行われる台東区長選挙への出馬を表明、現職の吉住博氏も参戦出馬の意向を示したため、異例の予備選挙が行われた。予備選の結果、穂坂は吉住を大差で破って、自民党推薦候補に内定し、自民党都連の推薦で出馬した。 一方、敗れた、吉住も、不出馬による候補者の一本化を拒否し、区長選への出馬を表明。そのため自民党から離党勧告を受け、自民党を離党して、無所属で出馬した。台東区長選にはこのほか、元区議の中山博進村も出馬したが、吉住が参戦し、穂坂は、時点で落選した。2014年、朝日、重光明受賞。 2017年2月、同年夏の東京都議会議員選挙に、息子の保坂正弘が、都民ファーストの会から立候補することが決まったことから、けじめをつけたいとして、自民党に離党届を提出。届け出は、同年7月3日に受理された。ありがとうございます。